至る所に古墳やお寺、神社が点在する奈良県。京都に比べ観光するにはちょっと人気がないようにも感じますが、人混みもなくいくつものスポットをゆっくり回ることができてリピート率も高いようです。今回私が歩いてみるのは近鉄吉野線橿原神宮前近辺。まずはこちら、剣の池の島の絵の御笹木。駅から約1キロ、19歳で皇太子となったことでも知られる高原天皇の御笹木です。そして南に数百メートル歩くと現れるのは須佐之男命神社。ご存知のように須佐之男はヤマタノオロチを退治したことでも知られる日本神話の神。古事記や日本書紀にも登場するため、一読してから足を運ぶと感慨深いものがあるかもしれませんね。そしてさらに南に数百メートル歩くと、上山古墳の隣に春日神社があります。奈良県奈良市の春日大社が総本社で、全国に約1000社もあるそうです。西に向かい近鉄吉野線をまたぐと、鳥屋御三在古墳としても知られている武蔵月坂の上の御笹木があります。69歳という高齢での即位、3年間という短い在位だった第28代天皇の千賀天皇の御笹木です。盛りだくさんな内容でしたが、半日あれば十分回れます。散歩感覚で巡ってみてはいかがでしょうか。